サンプトン指揮官が戦列デビューの菅原幸成を大絶賛した。サウサンプトンを率いるラッセル・マーティン監督が菅原幸成について、幸は素敵な男だ。本当に最高の人間で才能のあるフットボール選手。物事に対して素早くスムーズに適応していることにとても感心しているよ。彼は高いクオリティを持っていると大絶賛した。得点力のあるサイドバックってすごいよね。ブラボー長友の陽キャ後継者だな。頑張ってアピールし続けていってほしい。ポゼッション志向の監督にとってはマジで魅力的な選手だと思う。能力的には申し分ないと思うし、もし EU 内の国籍持ちだったら2倍以上価格上がるレベルの選手だと思う。お世辞にもお金が潤沢とは言えないイタリア勢には本来なら喉から手が出るほど欲しい選手だったと思う。いい監督層でよかったね。プレミアのスピードやフィジカルになれれば、攻撃センスやガッツは絶対プレミア向きだからやれると思う。シーズン開始前から良い印象残せてるし、怪我とかしない限りは普通にサウサンプトンの主力に定着しそう。滑り出しは上々。英語の発音もすごく良かったし、活躍すれば現地人からかなり人気出そう。コミュニケーション能力がかなり高い。これならすぐに馴染むだろうな。サウサンプトンでスタメン定着しても、1年で2部降格しそうなのが一番怖いわ。